ほら、タクタクタクタ。来た。魚見えた？おお。おいどいさ、ほら。おお。これは、これしかもでっか。でかない？じゃあ、いくよ。来た来た。え？いいね、でかい。でかい。丸飲み。おはようございます。さて、真夏の沖磯長崎県にやってまいりました。今日はいろんなお魚を釣れたらいいねっていうところでジュエルフィールドスタッフの池田一郎です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、本命はハガツオかなと思うんで、はいはい、朝一、まあ、表層を引けるルアーで投げるといいんじゃないかなと。はい、はい、了解。やっていきましょうかね。どっから入りますか？なんとなくその潮が、はい、沖と手前で分かるかな。なんかちょっとよどんだ感じの潮が、はい、沖の流れと手前の流れが違うあたりで、うん、なんとなく魚が気配がありそうな。さっきちょっとベイトがチラチラ水面してたんでいいような気がします。はい、はい、でちょっと飛距離が出る系のルアーがいいかなと思いますね。とりあえず私はモンスターショットね、うん、ベストチョイスじゃないですかね。はい、行きましょう。行きましょう。いとめー。水面パチパチ。今ベイトがチラチラ見えてるんで、モンスターショット投げて最初表層バシャバシャ、菜の花もなかったらどんどんレンジを下げていく感じで狙っていこうかなと思ってます。バレットブルを投げてます。ハミちゃんにはモンスターショットと言いながら、ちょっと水面やっぱり沖磯なんで朝一何か起きるかなと思って水面でやってます。どう？何の反応もナッシングですと油断するとガツンと結構流れがあるのとね、思った以上に波が這い上がってるんで、はい、はい、小さいルアーがちょっと使いにくいかなっていうところで、まあ回遊魚なんでね、ハガツオも、うん、回ってきたら釣れるかなとは思うんだけど、あとはちょっと体力がね厳しい季節なんで、そうですね、休み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 、はい、行きましょう。はい、ちょっとあっちで僕はバレットブル投げてます。表層です。はい、表層で。私はもう表層から中層まで幅広く行こうと思って、はい、ここはイサキが出るって言ってたから、私の想像のイサキはちょっとこのモンスターショットに食ってこうへんのかなって思ってちょっとサイズをちっちゃく変えてみます。モンスターショット80です。一気にサイズダウン。めっちゃベイトに当たるんよ、コロンって。どうですか今のところ？反応なしちょっとずつ、まあ、トップからモンスターショットの80、今95、少しレンジを下げながら魚がどこにいるかなみたいな感じで探ってるけど、今のところ反応ないね。まあ、ただね、回遊魚なんでね、これ結構ベイト感はあるんで。ベイトはすごいですね。小魚いっぱいざわざわしてるから。どういう誘い方してますか？ちょっとずつ下げながらかなと思うんだけどね。まあ、ベイトは水面多いけど、あんまりこうフィッシュ板に追われてる感じじゃないんで、まあ、
少しずつ深いところに入れていってる感じですね。ただ巻きしたり。そうね、今はこう小刻みにスイッチ入れてパン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 みたいな感じで、ちょっと中層ぐらいからこう斜めに引っ張ってくるような感じ。まあ今何やっても反応はないんで、まあこれはもうこういう時かなという気はするけど。はい。やばいやばい、食った、あ、抜けた、何今の、ホールしてたら止まった。来た来た、ホールしてて、ホールホールパッて止まったんで、そこついたんかなと思ったらグググって持ってった。どれぐらいカウントダウン沈めて、もう結構30秒ぐらい。あ、じゃあもう ほぼボトムやね。何、うん、赤旗、赤旗、赤、30秒で多分もうそこついてるか、流れがあるんで糸つけてるとは思うけど、ね、こっちに行ってる、そうよね、沖に流れてるから。ほら、来た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 、よいしょ、やばいやばいやばい、そっちね、そっちね、ねりねり、やったじゃん、やったやったね、えやっぱだんだんレンジ下げててパターンをいち早く掴むあたりはさすが学生連盟の朝闇ありがとうございます。モンスターショット80で、80でのボトムやけんね、この流れの中、うん、嬉しいねりごちゃんゲットです。やった、これも夏の回遊魚や ね、代表、この辺の代表格、見て可愛い、セカンドバッグみたい。ねりか、可愛い。ありがとうねー。よいしょ。止めた。オッケー。よい。お気にキャストして、30カウントぐらいして、結構潮早いんであんまボトム分かんないんですけど。それで一回ヒットしたんで、それをもう一回一緒のことをやってみようと。で、タッチしたら、ただ巻き。ほんとただ巻き。早くでもなく、遅くでもない、ゆっくり。丁寧に石を感じるぐらいのただ巻きで、ゴンと。かわいいお魚ちゃんが来てくれました。やるてたぶん休憩大事だから、だってもう半分しかないからね。おいちゃん水分取らないと倒れてば。あっこ良さそうですね、結構いいとこ来たら、こう平も良さそうですね、うん、はい、出そうですよね、あの沈み回り。行ってみましょうか。おい来たー、おい来たよー、おーい、やったー、そんなとこにいたのね。外れた、外れた、今あれでしょ、脱じゃなかったですか、なんやろ
鈴木じゃなかったような気がしますけどね。いや、わかんない。さらしの中で出たんで。あれだ外れた外れた絶対鈴木やったことしておきましょうこれかな。食いそうですけどね。おいおいさあ、ほら、おお、これは鈴木じゃない絶対。おい、やられますねこれ。これ横はないですかこれ。幸いにも今沖に行ってるんで手前の根はかわしてるっぽいんですけどね。寄せるときにヒラマサでもなさそうですよね。これ手前15メーターに1枚の根があるんで高いとこから結構この角度やけんあれですけど、その根をかわすことはこの細い糸じゃ厳しいと思うけど、一瞬でも魚の姿が見られれば多分なんすかね。これヒラマサやったらまだ走りますもんね。今あのじわーっと寄ってきてるんですよ。ただ最初のファーストストライクでちょっと根をかすめてったんで、糸がどんだけ傷ついてるかが、20メーターぐらい多分一気に走ったから。ファイト。もう今角度的にあの根のちょっと向こうなんですよね。それを魚もそこを狙ってるような気がしますね。どうせそこまで来たらぶち切れるぞっていう。腕や腕の見せ所。また走ろうとしてます。お、今エラー洗ったそこで。何ですかねあれ。何ですか。よし、抜けた。背を越えましたよ。ほら、ダツ。でかない。何あれ、サワラ。ダツ。でっかいダツ。ダツフリーズ、池田さんフリーズなんか姿が見えんまま逃げてくれた方がよかったかもしれない夢は広がったかなともう負けへんもんダッチャーン。あ、やっぱ最初のもダツやったんですよね。なんかちょっとバイトした瞬間魚が 青白かったんで。すごいでかいんや。しかもでっか。でかない。私あんなダツ見たことないぐらいでかいんやけど。これどうします。恐竜みたい。でか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 でけー、ね、これめっちゃでかい。大うなぎみたいなイエーイ、ダツでしたでこの歯がめっちゃ危ないんで、ルアー外す時とか、気をつけて。もうあの危ないんで即リリースしたいと思います、はい、メーター浅井さんと怖い。いい勝負や。怖いじゃあ行きます。こんなでかいやつ怖いすげえ。すごい、これがヒラマサなら。よし、すげえ、かっこいい。でもめっちゃかっこいい。お疲れ様でした。ということで今回はですね、夏の風物詩練りごと池田さんのでっけーダツを見れました。沖磯はやっぱ楽しいですね。今回はですね、長崎県の信崎栄丸さんからお届けしました。見ろ軍艦島、景色最高や。
皆さん熱中症対策気をつけてね。根魚とイサキ釣りたかった、悔しい、カツオも見たかった。